はい、宇野先生、柴先生、本当にいつもありがとうございます。また、JICA、外務省の皆さんも本当に、このような時間、ご参加くださってありがとうございます。そして、一般参加者の方々も本当に、ありがとうございます。今、皆さんおっしゃってたんですけれども、やはり私たちの税金を使っていることなので、前向きに、どういうふうに良くしていけるのか、きちんと適切な使い方ができるのかということで議論ができればと思います。すみません、申し遅れましたが、日本国際ボランティアセンターの渡辺と申します。で、私の方からはですね、今お話をされた裁判の判決だったりということが一体どういうことが起きているのかということで、今日初めてご参加される方もいると思いますので、この間の経緯ということを少しご共有をさせていただきます。議論の土台となる部分ですね。で、ちなみにですね、プロサバンナ事業というのは、これアフリカ大陸の地図なんですけれども、赤のところがモザンビークで、その北部3州でナンプラ州、ザンベジア州、ニアサ州というところで行われています。2009年に3国で合意をされて、でその21郡で対象面積、日本の約2倍、全耕地面積の約2倍にあたる1100万ヘクタールで、約400万人の農業従事者に、直接的間接的に利益するというふうに、言われて立ち上がった、事業です。なんですけれども、2009年に合意をされた後に、2012年の10月に、すでに、モザンビーク最大の小農運動、ユナック全国農民連合というところがプロサバンナに対する声明というのを出されまして、でそこで土地重大性の懸念や、事業の不透明性に対する懸念で、その一方で自分たちっていうのもすでにこう農業の実践をしてきているのであれば、してきているのだから、農業の事業というのであれば自分たちの実践に基づいた発展の可能性があるはずだ、で声を聞いてほしいということで、提を使用してその上で対話をということを、求めてきました。ただこれですね、今皆さん、先生方、議員先生方、おばあさんからも、ご共有あった通り、議論がこう噛み合わない中で、今はもうその上で対話をというのもあるんですけれども、もうこの事業自体やめてほしいというような声が強くなっています。でじゃあ、それで、参加国の側は停止実施に応じずに、対話の重要性ということを、主張するようにはなってきたんですけれども、実際には何が起きてきたのかということで、先ほども触れられている分断、介入について、議論を前回したわけなんですけれども、今回の積み残しです。こちらですね、実は2018年の8月に、そういった あまり詳しくは今日話せないんですが、そういった分断介入、いろんなことがある中で、現地のモザンビーク弁護士会というのがプロサバンナ調整室を、の管轄省である農業省というのを裁判に訴えました。でその結果、知る権利からなる基本的権利の侵害というふうに認められて、これが全裁判官が一致して認めたと。でこれに対して、10日以内のその情報の全面開示というのを求められたんですけれども、いまだこれにも対応されていないということで、我々からしたらこういうふうに訴えがあること自体がやはり現地の裁判所で非常に驚きですし、残念なことなんですけれども、こういった違法判決まで出たということを一つ確認をさせていただきます。でこれに対して、井上議員が、昨年の国会で、ご質問をされたわけなんですけれども、 JICA の、理事の、回答というのが、モザンビーク政府の行政機関と行政裁判所との間でやり取りがなされたものだと認識しておりますので、 JICA として直接お答えする立場にはございませんと。で、石橋議員が、昨年12月に質問収書を出されているんですけれども、これに対する外務省の回答というのも、モザンビーク政府を当事者とする行政裁判であり、同国政府によって適切に対応されるものと考えるということで、JICA は無関係ということで、モザンビーク政府の問題というふうに言われているんですけれども、本当にそうなのかということで、見ていきたいと思います。で、結論から言うとですね、訴えられたプロサバンナ調整室、農協省にあるプロサバンナ調整室というところは、JICA が設置をして、JICA が運営資金を拠出をして、JICA が実働のスタッフを派遣をして、この人が JICA の指示によって業務をしています。なので、プロサバンナ調整室 JICA ということで、決して、無縁ではありません。で、こういった情報がどこから来たのかというと、JICA さんの業務指示書だったり、公文書から分かっていることなんですね。で、これをまずにしてちょっとご説明しますと、農業省の中にプロサバンナ調整室というのがあって、
そこにモザンビーク人3名がいるんですけれども、うち2人が副大臣とその補佐ということで、在家が雇用した1名が実働の方です。で、その方が、在家からこう派遣をされて、でその方の業務というのは、その業務指示書を見ると在家からの指示を受けて在家へ報告することが、義務付けられています。でここに在家は資金の拠出をしていて、で、2014年から2018年の間に約1億3000万円、毎年約2000万円を拠出して運営されています。でここが訴えられて違法というふうに言われているんですね。なのでこの図を見るだけでも、やはり全然無関係ではないのではないかと、もう主体なんじゃないかということが、確認いただけるかと思います。これ、業務指示書に書いてあることなんですけれども、今日ちょっと時間がないので飛ばすんですけれども、昨年12月の石破先生のその質問主意書で、そのじゃあそういったスタッフを JICA がこう派遣をしています、でその方が JICA への報告義務があるということが、指示書に、業務指示書、その人への業務指示書に書かれている。じゃあそれを受けて、昨年10月までの当該スタッフの月例報告に裁判及び判決について一切の記述がなかったのかと。なぜなら、在家は2018年の8月にこの判決が出ているんですけれども、それまで何ら知らなかったと。裁判を起こされたのは2017年なんですけれども、そんなこと何も知らなかったと言いながら、税金を使って、その対話だと言って、農民たちが嫌がっているやり方で、その対話会議の場というのを持ち続けてきていました。でそういう中で本当に知らなかったんですかっていうことなんですけれども、これについては、質問主意書の外務省さんの回答で記述はなかったというふうなことがあります。じゃあそれって一体ちゃんと業務を果たしているのかと、業務指示にちゃんときちんと業務報告、重要なことというのはここに書いてあるんですね。そのここにプロサボンナに関する重要な情報が在家にタイムリーに共有されることで、在家への定例報告というのが月例報告を提出することが業務になっている、業務として義務付けられているんです。なのに何も報告がないということは、その方がそもそも職務を全うするのに不適格なんじゃないかと。で、どうなんですかということで、これも質問収書で、尋ねられているんですけれども、なんと、この部分への回答が乏されていてですね、何ら回答がなかったので、この点は後で確認できたらいいのかなというふうに思います。この後も、回答続くんですけれども、どこを探してもこの部分への回答というのがございません。でもう一つ、裁判を起こしたモザンビーク弁護士会は、同業者を同質を所管すると、規定し、プロザマナ調整室を所管する農業省というふうにこう規定をして、で、ここがじゃあどういうふうな経緯でどこに作られたんですかということを聞かれているんですけれども、そこに書かれているのが、 JICA のモザンビーク事務所内に平成24年の2月4日に設置をされたということで、 JICA 発で作られております。その後農業省に移ったということで、あります。なので主導としては JICA で作られということがありますので、最初に言った通り、その調整室というのは JICA が設置し、 JICA が金を出し、JICA が人を派遣し、 JICA の指示によって報告義務は生じる中で、動いている方が上野を作っている、など運営されているところです。でこれに対して今言ったように何ら対応がされていないんですね。でこれって本当にいいんだろうかと、本当はこんな風に照らす前にですね、きちんと対応していただきたいです、責任を取っていただきたいんですけれども、JICA さん、こういった開発事業を行う上で、きちんと現地非援助国の環境社会配慮にちゃんと環境社会に対する影響というのを配慮しないといけないんですよというガイドラインがあるんですね。で外務省さんもやはり開発協力大綱というものを持っています。でこの状況をじゃあご自身たちが持っているガイドラインだったりとか大綱に照らしてみるとどうなのかというとですね、例えば、環境社会配慮のプロセスというのがありまして、でその冒頭に情報の公開とかが位置づけられています。それぐらいに環境社会配慮というのを満たすには情報の公開が大事なんだということがご自身の、ガイドラインで書かれているんですね。でその中で6番、緑色でハイライトしているんですけれども、 JICA はプロジェクトの環境社会配慮に関する情報が現地ステークホルダーの満たしですよね、
に対して公開提供されるよう相手国等に対して積極的に働きかけるというふうにこうあります。でそれ以外にもこれ資料を手元を配っているんですけれども、何番だっけな、はい、そうですね、そういったことが、書かれておりますので、ご覧ください。そうですね、あとはそうですね、本ガイドラインにのっとって適切な方法で自ら情報公開するとかそういったことが書かれています。その上で環境社会配慮と人権の配慮ということが、言われていて、で資料の4の3ですね、はい、すみません、資料の4の3があります。で、JICA はプロジェクトを取り巻くガバナンスが適切な環境社会配慮がなされる上で重要であることで、JICA情報公開に関し、相手国と日本政府の関連する法律を踏まえるというのがあるんですね。で、法令や基準を相手国がきちんと遵守しているかということも確認するということが義務付けというか、ガイドラインに定められています。で、一方、外務省さんの開発協力大綱でも、開発協力の適正性の確保のための原則として、法の支配及び基本的人権保障の保障をめぐる状況に十分に注意を払うということで、その実施基盤の強化として一番最初にやはり情報公開ということが出てきます。で、国民の税金を原資としているために実施状況や評価等に関する情報を幅広く迅速に十分な透明性を持って公開するということが書かれているんですね。で、また、来年度の外務省の概算要求 ODA 関連部分の柱ですね、法の支配に基づく、国際秩序の強化ということが言われております。で、じゃあ法の支配の推進ということを言うんであれば、やはり裁判の結果というものは尊重しないといけないんじゃないのかな、それを推進する立場なんであればと思うんですけれども、今の状況はじゃあ何なのかということが、その議論できたらなと思います。で、ちなみにその石橋議員から その質問収書に対する回答にもここに書いてある通り、開発協力の実証になる JICA は自由民主主義基本的人権の尊重法の支配といった基本的価値の共有や平和で安定し安全な社会の実現のための支援を行うと承知しているというふうにあります。で、これじゃあもし対応できないのであれば、一体民主主義を何だと捉えているんだ、基本的人権を何だと捉えているんだ、法の支配って何なんだということをちょっとやっぱりここでつまびらかにしていただきたいんですけれども、そういった点についても議論をしていければなというふうに思います。で、今言ったことからやはり、JICA はその結果について関係がない、責任がない、知らなかったというふうに主張して、で現地裁判でその知る権利の侵害が出たにもかかわらず、判決に何ら対応していません。でも本当に関係なかったのかっていうと、プロサバンナ調整室というのは今申し上げた通りも本当 JICA によって運営されていると言っても過言ではない、しかも設立までされている中で、これを、ガイドラインに照らしてみると、やっぱりこのままODA 事業プロサバンナを進めることっていうのはもはや許されないのではないかということで、市民の側、特に現地の市民の方々からずっと提起をされてきている、そのことについてここで問題提起をさせていただければと思います。私からは以上です。